カバー動画の最高に面白いって、ハバイチンコ立ってきた。コメント読むだけで射精そう。あかんかも俺。え、な、どうした、喋れるな。キリキリチャモチャモ、キリチャモチャモ、今日はいい日だね。いきなりチョモちゃんにパスポート取ってこいって言われてね、ほんとびっくりした。あれもなんかね、ちょっとオフショットとか撮っときゃよかったな。まあね、また次 MV 撮るときは、ね、コメント来てます。あ、またザンハルボさんやで。あー嬉しい。ハモリが綺麗、歌詞がウケる、最高。おお、これ一番欲しいコメントや、うん。嬉しいね。さあ、まあこれもね、ヤバかった日ですね。友達の誕生日プレゼントにいいかも、省エネっていう発想がおもろい、うん。あー誕生日には良くないよ。俺らはもうぶっつけ本番で。いやほんまにほんまに、ほぼほぼもうね、これトークとかも何も考えず、うん、普通に喋ってるだけ、喋ってるだけだから。キャッキャしてるだけだから。キャッキャで、そう。オープニングソング作ろう。お、チョモさん超好み、これからも頑張ってください。ざけんじゃねえよバカ野郎。井出さん可愛いとか言ってくれてるんだけど。三角関係。はるちゃんありがとう。うわー、こういうの、こういうの、もうまたダサい服着させるだろう。伝説のカバー動画めちゃくちゃ面白かった。遅えわ。すごいな、遅えわ。ここでもまだ見てくれてる人がおるってことで。だってやっぱ再生回数止まらんもんね。ああ確かにね。結局まあその緩やかにはなってきてるけど、まあ止まんないよね、うん。たまに見ると、あ、また増えてるみたいな。いやほんまに。ありがとうございます。ありがとうございます本当に。エロなぞなぞ。これね、俺友達じゃん。そうなの、めっちゃ笑ったって。俺この人の動画見に行ったよ、音楽仲間。あ、そうそう、シンガーソングライターの子で、うんうんうん、そう、いっちちゃん、うん、俺もそのいっちちゃんのこのコメントから行くと思うんで見てんけど、面白かったのでぜひぜひ皆さん気になったら見てください。いや、長野県に住んでるお姉系シンガーソングライターの子です。あ、長野、うん、行こう。これは一番最近のアイス食うやつですね。ウェイ1個目ウェイ。カンノアゲハさん。いや、いいね、いいよ、こういうのこれからいっぱい欲しい。中身何にもなくても嬉しいから、うん、この人ね、しかも、うん、上げた直後にこれ書いてた。ああそう、いや、すごい、ありがとうございます。これからなんかその1個目の人に何かしてく。ああ、何、1個目取れた人に何しようか。1個目取れた人には、うん、俺とブッシーのピンの YouTube アカウントもあるんで、それから2人が返信するっていう。あーなるほど、そうしましょう。そうしよう、今後1個目取れた人にはちょっとそういうのをやっていこうと思いますので、ぜひぜひバンバンとコメントしてください。よろしくお願いします。お願いします。まあそんな感じでしたけどね、コメントは。はあはあ、いやでも素直にありがたいよね。いやめっちゃありがたいな。じゃああれか、はい、リクエストちょっと、くるちょもチャンネルツイッターアカウント。あ、そうね、ツイッターアカウントもあって、よかったらフォローして。ぜひぜひツイッターアカウントの方で一応募集をかけまして、くるちょもにやってほしいこと、こんなことどうでしょうみたいなことを募集しました。おお、なんと3件。まあゼロじゃなくてよかった。しぶんちゃんとまろちゃん、ちょもちゃんのワンちゃんとうちのワンちゃんの、ワンコ対談をお願いします。くるちょもはアフレコ担当で、うん、まだね、こうお互いのワンコを合わせたことがないからな。しかもお互いのワンコそんなにね、犬慣れしてないんです。そうだね、だからちょっと時間かかるかもね。ね、まあでもまあいいんじゃないですか、うん、あの案としては、うん、ありがとうございます。次はくるくるちょもちょも、オープニングリプはさすがにどうかと思ったからこっちへリクエスト。おお、なんかもういきなり怪しい匂いしてた。もうね、自分のアカウントではそれを言いたくないと。女子受けそうなフレーバー付きコンドームランキング。大昔に付き合ってた人がコーラ味のコンドーム買ってきて、今度使ってみようって言ったまま使わず別れたので、どんなのかずっと気になってます。ぜひくるちょもで、こちらを味見してはいかがでしょうかという。やろう、ごめんね、すぐやろそれ。これはね、うん、あのくるちょものこと分かってる人だね。分かってるわ、本当に。これは速攻やります。味付きのコンドームってあるんですか。いや俺初めて聞いたわ。もう俺15年ぐらいコンドームしてなかった。ごめんね、まあ生派なんで。ごめんね。聞いてない聞いてない。味見せって言ってんの。
あ、ランキングつけるってこと？コンドームランキングということで書いてあります。レビューやな。そうだね、ランキングって言われても俺ちょっといまいち分からんもんね。まあ確かにね、レビューするから、うん、ランキングはお前がつけろよ。ごめんねランキングはお前がつけとりあえずビルド工程、ごめんね、それにはめて、ごめんね、ダメよ、ごめんね。あー、なるほどね、うん、いざという時ハンバーガーを3秒でフィッシュバーガーに見せかけるフード革命ジグモをプレゼントいたします。え、いいんじゃないですか。キュウリやナスに割り箸を刺したものが置いてありますね。はいはい、私子供の頃よく足で踏んでましたよ。これはすぐできそう、うん、味見していきましょう。していきましょう。オッケー、はい、じゃあ最後のリクエストですね。はい、くるちょぼさんこんにちはと。姿勢矯正とかストレッチとか歩き方みたいなレッスン動画とかどうでしょう。ほう、講師はちょもさん、ほう、生徒はイデさん。生徒はレオタードで無言で講師の言いなりに徹します。講師の無茶ぶりにレオタードとイデさんが無言で答えていくということを妄想しておりました。いかがでしょうかということですね。やろうすぐやろ。マジか、レオタード7L ぐらいのレオタード売ってんの？レオタード顔俺らにはないような感じ。まあまあ、あの寄せてくれてるとは思うんですけど、参考にさせていただきますので、うん、こういうリクエストとかはずっと受け付けてますんで、うん、ぜひぜひ、いつでもいつでもください。お腹痛いじゃん大丈夫、コメント待ってるよツイッターアカウントの方も、ぜひぜひ、フォローよろしくお願いします。お願いします。今回はくるちょもチャンネルのコメントを読んでみよう、そしてリクエストを見てみようのコーナーでした。ありがとうございますグダグダもう2人して死ぬもらうくなんてもうだるバイバーイ